普通選挙とは、ある組織において、選挙の際に、若干の例外を除きすべての成人が、選挙権を行使できる、選挙形式を指す。対比後は制限選挙など。歴史的には、国政選挙において、財産等の制限を設けずに選挙権を行使できる、選挙形式を指す場合が多く、当初は、全男性成人が、選挙権を持つ、男子普通選挙も、 普通選挙という表現が使用され、女性成人を含む場合は、完全普通選挙等とも呼ばれたが、現在では性別による選挙権の排除をする場合は、普通選挙との表現は使用されなくなってきている。若干の例外は、一般的に普通選挙と言われる場合にも存在する。知的障害者、重大な犯罪を犯し習慣中の者の。 選挙法違反などによる公民権停止処分を受けたものなどがあるが、これらの人々を選挙権から排除することの正当性をめぐっては重要な議論がある。日本の公職選挙法では青年非公権人に対する選挙権の剥奪が行われていたが、違憲判決に基づいてこの制限は撤廃された。また、通常、選挙権についてこの言葉は使われるが、 広い意味では、選挙権と非選挙権ともに選挙権に含めるので、選挙権のみをすべての成人に認めても、非選挙権について、成人年齢以上の制限を課したりするなど、成人であること以外の制限を課す場合にも、普通選挙とできるかにも議論がある。例えば、日本の教託金は、国際的に見ると非常に高く、高額な教託金制度は、経済的理由で選挙権。 非選挙権の帰属並びに行使を制限してはならないという普通選挙の原則に抵触するという指摘もある。ありがとうございます。